ちゃ、こんにちは。今日も元気だね。いや、ありがとうございます。すみません、なんか呼んでいただいて。すみません、なんか居座っちゃって。いやいや、そんなことない。お前たちも YouTube でね、はい、ちゃんとできるようにね、恩があるから。本当に。ね、ありがとうございます。もう YouTube チャンネルやってるからね。はい。はい。ご機嫌のくだらないチャンネルお願いします。はい。はい。まあそんなこんなで豊さん。ちょっとシビアな。もう今日は物申す感じだよね。このちょっとごめんなさい。ちょっとすごい優しくしていただいて申し訳ないんですけれども、うん、ちょっと突っ込んだ質問していいですか。はい、DeNA どうなんすか。ちょっと思ってるとこ。いや、はい、ちょっと待って。苦しいんだけど、はい、勝ったよね。いやもう待ってましたよ。いや勝ったよ、ね。待ってました本当に。お前たちさ、芸人になった時さ、はい、右も左も分からなかったでしょ。前も分からなかったです。まあ後ろもな。後ろ下がるだけでしょ。もうくるくる回ってるだけだから。いやそれで、はいはい、その時に慣れるまでちょっと時間かかったでしょ。いやもう、まあ、もちろんもちろん、まあ、勝手が分かんないんだやっぱり。ああ、今も時間かかってるでしょ。もう今はもう前見えてないんだ。そうだ、今もどこも分かってない。光がないよな。くるくる回ってる。そうだろ。いや俺ね思うけど、はい、三浦大輔監督見てて、はい、やっぱ監督に慣れてるか慣れてないかっていうと、慣れてないよな。慣れてないっていうか、慣れね、慣れ、はい、慣れてないっていうのは、はい、監督じゃないという意味じゃないよ、はいはい、やっぱこう指揮として慣れてなかったね、はい。いやだからなんか同じことをなんかいや分かってんのかな。いや分かってんずっと菅野目がキョトンとしてるからさ、全然次に行かないじゃん。お前そんなこと言って大丈夫かみたいな目するから。結構ちゃんと聞いてましたから。ちゃんと聞いたせいに、はい、慣れれんやっぱ監督も緊張してたと思うんだ。まあまあそうですよね。そうですよね。やっと慣れてきてるね。おお、やっぱり指揮って難しいよ。どういうふうに指揮をタクトを振るうかっていうのは、はいはい。だからまあそこら辺が少し慣れてきたっていうこと。やっぱその見ててちょっとまだやっぱ慣れてないなみたいなのも見て取れたみたいな感じですか。監督で最前列で見てる人ってなかなかいないんだよ。最前列、ベンチというか、ベンチですね。これなぜかというとさ、やっぱり誰を使って先読みしなきゃいけないじゃん、はいはいはい、そしたらホワイトボードに残ってる残りの選手と相手の選手のベンチ入りがこうずらっと書いてあるんだよ、はいはいはい。そしたらそことにらめっこしながらこうやって見るんだよね。でそれをまだやらないでしょ。なるほど。最前列にヘッドコーチといて、はいはいはい、でヘッドコーチは監督と横並びになっていろいろなアドバイスをしながら言うんだけどさ、はい、そのホワイトボードは俺なんで見ないのかなと思って、全部頭に入ってるんだったら別だけど、だけど俺がヘッドコーチやった時はやっぱもうずっとにらめっこだもんね。でこうなったらこうしなきゃいけない、こうなったらこうするみたいな、監督こうこうこうなったらこうしますかみたいな。あそうそう、ヘッドコーチもだからその見つつ、監督にちょっとこう、助言したり、ね、助言しつつみたいなのもあるからみたいな。なるほど。そしたら、はい、まあ当時中畑監督は、はい、こうこうこうなったらどうするんだって、いやだからその答えは用意しておかなきゃいけないから、はい、いやこうこうこうしたいと思いますけどって、あそれじゃあ用意しておいてくれとか、そういうやり取りがあるんだけど、なんかこう最前列で見てる監督って珍しいなと思ってさ。それは広島の座のベンチの形状だと前にいるしかないんだよ、はい、なんでかって言ったら後ろって全然見えないんだもん。そうだろ、構造作り的に構造上、はい、それが困るんだけどさ、はい、まあ例えば神宮、横浜、東京ドームとか、はい、あ甲子園もそうだよね、はい、バンテリンドームそうですね。名古屋そうそう、何お前もうなんかもらってるなお前。これはもう本当に差し込んで、差し込まないとやっぱりもう名古屋ドームじゃないんですよ今。なんでドームなんですよ。いやだから最前列にいなきゃいけない球場はいなきゃいけないけど、うん、はい、ちょっと一歩引いて見ててほしいなっていうのが、あまあ一つの注文だけどね。まあでもこれからだよやっぱり、うん、何でも慣れって必要だもん。確かに。だから長い目で見た場合にね、はい、大輔の人の良さだとか、うん、人望の厚さだとかそういうことを考えると、まあ、いい監督になっていくのかなと思うけど、はいはい、まあスタート出しは失敗したよね。いやいや、あなるほどなるほど、いやめちゃめちゃなるほど、引っ張りましたね。じゃあこのチャンネルと一緒ってことね。いや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 、スタート失敗したの。お前たちが俺らも伝わったんだよ。そんな風に思って
てんすか。いや思ってない。お前がぶっこんだんじゃないか。自分で言ってんだろ。ただチームとして監督のまあそういうのもありますけど、選手見ててどうですか、その選手たちは。横浜の選手たちは、はいはい、やっぱり二軍監督やってただけに、はいはい、まあ、ラミレス監督だったら桑原だとか、はい、関根、はいはい、こういった人間というのは日の目を浴びなくなってたのかなと思うけど、でもそういう選手たちに目を向けてね、はいはい、しっかり使ってるというところは、やっぱりね、宝はいっぱいあるし、はいはい、球団で選手の中で必要じゃない人っていないんだよ、はい、うん、だからそこをこうなんていうの、伸ばしてやるというか引っ張ってあげるというかさ、はいはい、そこら辺はやっぱこう大輔はできてると思うよね。おお、まあ外国人がいないから足をつかなきゃいけない、はいはい、足の速い選手を優先的に使う、うん、まあ、これは自然な流れだよね、はいはい、だからそこに行ったんじゃなくて、俺はファームの監督やってるところから目をつけてたと思うんだよ。だから非常にピッチャーでも坂口っていうのがね、あ、いいですね、勝ったけど、うん、やっぱこう育てようとして、しながらとか、はいはい、まあ、すごくいいと思うけどね。ここのとこはやっぱこう落ち着いて、まあ一個勝たないと落ち着けないでしょ。そうっすね、あ、そうっすね、まあ一個勝ってからポンポンって行きましたからね、ま、でそれとね、勝たないとやっぱ勘が鈍る な。指揮官ってどうやってサインを振るうかっていうとさ、やっぱ自分の勘によるところって多いんだよ。でデータももちろんあるよ、はい、でもデータが全てじゃなくて自分の勘を信じる人が大体なんだよ。まあ、でもそれ勘とかってなったらやっぱこの経験値とかそういうのがもう大きいんだよ、になってくるってことですね、うん、だから慣れるまでにやっぱちょっと時間がかかるという、はいはい、ああなるほど。やっぱさえ出ないとダメだな、勝負勘というのは。爆災がある人ない人っているじゃない、はいはいはい、これがあるかないかは分からないよ、まだ分からないけど、やっぱりそういうなんていうのか、まあ、感性というか、はいはい、まあ、そういう爆災というかね、そういうものをやっぱり磨かなきゃいけないし、これはやっぱ大変な作業だよ、それはね。じゃあ豊さんが、うん、まあ、中田さんとやってた時に、うん、その豊さんの助言を中田さん全然受け入れないこともあったんですか。そういう交渉はあるある、いやここはこうだみたいな、あるある、それはある。いやいや、こういうケースでやったら失敗しますよとか言って、いややってくれって、うん、やって、はい、まあ結果はね、うん、まあ今だ、まあ、って結構、ね、結構、いやでもそれは、うん、え？でもそれは、はい、まあ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 、ね、それは監督の勘だから、それはしょうがない、監督が決定権がある、ね、そうですよね、まあ、勝負は時の運でもありますから。でも、でもえっていう時に出してくれって言って、はいはい、成功したりだとかさ、あ、逆にそれもある、逆もあるよ、成功するパターンももちろんありますよね、逆もしっかりだ、はいはいはい、だから、まあ、DeNA は、まあ、外国人がいないから負けてたとか、はい、そういうことじゃなくて、やっぱりいない中でどう戦うかっていう姿っていうのをやっぱりしっかり見せていかなきゃいけない。でもなんか助っ人外国人がまだ今いない状態ですけど、うん、すごい若い選手が結構、いや頑張ってると思うよ、いいですよね、神里選手、神里選手とかも上がってきて、この前だから中日戦ですか、うん、中日のエースですよ、満塁ホームラン、大野投手から前日もホームラン打ってるし、そうですよね、はい、やっぱ牧がいいわ、牧選手いいっすよね。牧と神里の共通点って知ってるか。共通点、中央大学、そうですね。最後にやっぱね、この自分のね、母校をねじ込んでくる感じ、ね、気づかなかった、いませんね。やっぱ中央大学、ね、神里が言ってんだもん。あ、そうなんですか。牧には負けられないんだよ、はい、大学の後輩なんでって。でその先輩ですもんね。そうです。同じ DeNA の後輩だし、はいはいはい、大学の後輩です。そうです。でも前、はいはい、新人だけのベストナインやった時に、はい、牧選手選ばなかったです。あら、いや選んだよ。いや俺はセカンド中野で行くみたいなこと言ってました。だから DH があったじゃん。いやあったんですけど、牧選手忘れてました。忘れてないじゃん。お前佐藤、佐藤なんですか。佐藤じゃない、渡辺選手です。ホームラン打ったんだ。渡辺選手も来ますから。いやいいね、あの子。いやいいです、ね、ただまっすぐにまだ差し込まれるな。まあそれもだから慣れなんじゃないですか。おいおい、また言われる。どうにお前ら真ん中のやつ偉そうに嫌がってみたいな。誘い込まれましたね、今。いいですよ、いいんですよ。そう、はい、まあ、迷ったら滑れない。氷と一緒ですよ。
泣いたらすべれ、はい、そう、何の話かよ、まあ、なんか今日おかしくない、いやいやいや、スライディングの方です、スライディングの方、スライディングの方です、スライディングの方です、ややこしいから、ごめんなさい、ややこしいよ、野球を売りにしててさ、はい、もうちょっと柔軟に、なんかお前、ライバルがティモンディだって、いやいやいや、ちょっと怒ってくるよ、お前、いやいやいや、言うんすか、もうでも長いものに巻かれていくんで、はい、そう、巻くほどないでしょ、一応、コモンディ、コモンディ。それ意味よくない、コモンディ、いやでもこれ本当に実際に草野球チームでコモンディってあだ名ついてるんですよ、はい、コモンディコモンディって言われるので、はい、もう長いものに巻かれていく、そうですよ、はい、そういう、それ、そういう意味では柔軟なんです、まあこのチャンネルも柔軟なチャンネルだよな、素晴らしいですよこのチャンネルはね、はい、本当に DNA の話から、はい、なんでお前のコモンディの話まさかどうやって締めたらいいんだよお前、難しくなっちゃう、いやでもそれぐらい若い選手が、はい、もう中央大学の後輩を中心に活躍してるっていうところで、はい、なるほど、ね、またちょっとそこ掘り下げたいですよね、そうですね、バッティングのこう、バッティングのね、技術というか、はい、そういうところもなんか聞きたいです、確かに、はい、ちょっとピックアップして、OK、そのシーンを、はい、はい、